3番手集団オフサイドトラップが上がっていきました。あとは2馬身ぐらいで外を回りました。ステイゴールドの体勢です。インコースから定義も終わらし、メジロブライトは中段の位置。 600m 通過34秒6、 800m 通過45秒8、 1000m 通過57秒4。波の馬なら完全なオーバーペース。しかしその日サイレンス鈴鹿はいつも以上にリズムよく走っていた。まるで何者もついてこれないスピードの向こう側に彼にしか見えない答えを見つけるかのように。スタートしました。11頭まずは3コーナーを目指しての先行争いです。遅いデビュー戦を大差で圧勝した栗毛のサンデーサイレンス3区は97年クラシック戦線のスターになる可能性を秘めた馬だった。1番のサイレンスが主勝でした。時計は1分35秒に。おっとちょっと8番のサイレンスが滑るような形で出てしまいまして後方に遅れます。しかし経験のなさからか師匠の幼さからかサイレンス鈴鹿は4歳児その非凡な能力の全てを見せてはくれなかった。4歳のクレ香港遠征敗れはしたもののその後の主戦ジョッキーとなる武豊を鞍上にサイレンス鈴鹿は一つの答えを生み出した。1998年サイレンス鈴鹿明け5歳。その後伝説とまで言われる逃亡劇は幕を開けた。ジェラスガイ胸張っている。上段側にジェラスガイが先頭に鮮明接近するが、サイレンス鈴鹿、サイレンス鈴鹿だ。サイレンス鈴鹿逃げ切ってゴール。サイレンス鈴鹿6度目のチャレンジで重賞制覇です。突っ込んでくる200を切って先頭はサイレンス鈴鹿また突き放した。あと2番手にはどうやら鶴丸外線が上がってきた。名村キントーンが3番手、先頭はサイレンス鈴鹿。サイレンス鈴鹿先頭ゴール。4連勝です。4連勝、重賞は3連勝。2番手外から大切なの接近だが内ミッドナイトベッド2番手西先頭今ゴーリン。サイレンス鈴鹿圧勝。外からサイレンス鈴鹿は逃げた。そしてサイレンス鈴鹿は止まらなかった。年度代表馬も無敗の外国産4歳馬たちも飛べることはできなかった。200で方式を通過。サイレンス通過、サイレンス通過、まだ2馬身のリードがある。懸命に追っているエルコンドルバター、しかし差は縮まりません。3番手横引きの中から犯罪者フラッグ突っ込んできた。サイレンス通過今年6連勝ゴール。2番手エルコンドルバター、3番手サイレンス通過。オーバーペースで行きますよ。オーバーペースしか無理ですから、だからあのオーバーペースで今まで勝ってきてますから、それを変えるつもりはないですね。最後の入場は1番サイレンス鈴鹿450kg-2、武豊58kg。展開も何も関係ない。サイレンス鈴鹿は軽やかに逃げた。ただ一頭スポットライトを浴びているようにその馬体は輝いていた。そして夢は断ち切られた。類いまれな快速馬サイレンス鈴鹿、その華麗な逃亡劇は人々の心の中で永遠に色褪せることはない。